ミヤ、神秘の部屋でも見てきたらどう？古臭いけど結構素敵よ。あの態度、君そっくりだ。芯があるとこはあなたそっくり。あの子は尊敬してる。あなたもバットマンも。でも子供はね、自力で世の中を理解しなきゃ。見守ってあげて。ママ、パパ、ダミアン、早くこっちよ。父ちゃんが何年も前に煩わしいことだらけのこの世とおさらばしたもんだから、代わりにこの僕がパーティーをぶち壊すためになっちまった。はじめまして、我こそはジョーカーの息子である。父ちゃんのハンマーがなんでここに？意義あり。ジョーカーの息子？あんなやつの子を産む人なんているの？ありえない。偽物だ。恥ずかしげもなく。ゾクゾクしちゃうね。ビリビリショック療法をゆったりうっとり楽しんだ後みたい。この気分はまさに100万ダラ。こりゃ面白いね。ああ、俺の拳は正義ならぬ悪のハンマーだな。どうしようどうしよう、これ間違いなんだよ。おい、こりゃなんだ、バットスーツの小豚ちゃんだぞ。僕はバットマイト、その魔法は僕のなんだ。今すぐ返してよ。悪いけど返す気はないね。だけどお前さんに素敵なお礼をあげちゃう。嘘。お前専用の俺様。また会うとは思わなかったか、バットマン。それともこう呼ぶ？ナイトウィング。おっと、なぜわかったか？俺はぶっ飛んでるけどバカじゃない、覚えとけ。ブルース・ウェインなき今、お前しかいないだろう。死んだはずなのに、どうやって？いいじゃないの。吹っ飛ばされようが、突き落とされようが、煙に巻かれようが、サメに食われようが、ジョーカーはな、なんとしても生き延びる。だが今回のジョークはきつかった。医者にひどい宣告をされてね。これまで扱ってきた毒物がついに俺自身の体を蝕むようになったんだとさ。余命6ヶ月なんて言うから6秒でやっちまった。それで息子に悪事を引き継いだのか、こいつ。生きる希望も失うものもない、ただの風来坊だ。ジョーカーのコスプレさせてやったらこの通り大喜びさ。ファンがいるのはバットマンだけじゃないってんだ。こっち来るな、バットマン。逃げ場はないぞ、コブタちゃん。そのアホ面に可愛いスマイルをお見舞いしてやる。覚悟しろ。お前なんか怖くないぞ、こいつめ。くすぐっていって。そこまでだ、ジョーカー。お前の危険な思想で現実を歪めさせろ。悪いんだけどね、俺は止められないのよ、バットマン。もうお前の知ってる、お前の愛するジョーカーじゃないの。世界の王になっちゃったのさ。